カストレ TV へようこそ。今日は歴史総合のキーワードにもなっている大衆化について見ていきたいと思います。今日見ていくのは大衆の政治参加についてです。第一次世界大戦で総力戦を経験した人たちが政治的な権利、政治に参加する権利とか社会的な立場、地位を向上させようっていう動きを始めていきます。今日見ていくのはこうした人々、大衆がどのように政治に参加していくようになっていったかについてです。日本では大正時代に民衆の動きが政治を動かすようになっていきます。今回の内容を一枚にまとめるとこんな感じになります。緑色の部分は民衆の動きで当時の内閣が総辞職することになった動き。オレンジは政党内閣、民衆が選挙で選んだ代表者が内閣を作る動き。ピンクの部分は全ての男性が選挙権を得て政治に参加するようになった動きです。こうして見ていくと民衆が政治を動かす動きがどんどん大きくなっていることがわかりますよね。この流れを一つずつ見ていきましょう。大衆が政治に参加する動きっていうのは世界各地で起こっていました。第一次世界大戦で総力戦が行われて庶民の存在感が増したっていうこともあって、民衆の考えを政治に反映させようっていう動きが世界で起こっていきます。選挙権の制限がなくなったり、女性の参政権も認められたりして、政党政治に基づいた議会制の民主主義が進んでいきます。で、こうした動きが日本でも起こっていくんだよね。ちなみに大衆というのは同じような考え方をするすごいたくさんの人たちっていう意味。詳しくは大衆文化の動画で解説をしていますので、そちらの動画をご覧ください。大正時代の日本には大正デモクラシーっていう民主主義的な風潮が広がっていました。明治時代に日本でも産業革命が起こっていて、資本家と労働者が生まれてきています。すると労働者は自分たちの待遇が良くない、給料が低いとか労働時間が長いとかの不満から労働運動を行い始めます。労働の面ではこうした運動で意見を主張することができる民衆なんだけど、労働者の待遇を政治の面で良くしていこう、労働者を守る法律を作ろうっていうことになると、労働者たちは納税している税金の額が少ないので選挙権がないんだよね。政治の面で意見が反映されにくい状況に不満を持っていきます。そして世界で大衆の政治参加が進んでいたっていう流れもあって、大正時代になると日本でも国民が政治に参加できる機会を求める声が高まっていきます。これが大正デモクラシーが起こるきっかけです。このデモクラシーの動きを支えた思想に、吉野作造の民本主義とか、見延達吉の天皇機関説なんていうのがあるんだけど、説明すると長くなってしまうので別の動画にしてあります。ぜひご覧ください。日本での民衆の政治参加について見ていく前に、基本的な用語を押さえておきましょう。わかってるよという人は飛ばしてください。まず政党です。これは民衆に選挙で選ばれた国民の代表のグループです。国会で有利になるように同じ考えを持った人たちでグループを作っていきます。選挙で選ばれているので、政党っていうのは国民の意見を反映している存在です。次に政党内閣。これは今見た政党が組織した内閣のことです。基本は国会で最大の議席を獲得している政党が内閣を組織していきます。つまり政党内閣は日本の明治時代までの内閣。藩閥政府なんて言われる内閣とは違って、国民の意見を反映した内閣になります。そして普通選挙。これは選挙で納税額による選挙権の制限をなくして、すべての成人に選挙権を与える選挙のことです。税額で選挙権の制限があると、お金持ちの意見しか政治に反映されないですよね。この普通選挙ができると、国民の意見がほぼしっかりと政治に反映されていくようになります。大正デモクラシーで国民が政治に参加する機会を求める声とか、政治に国民の意見を反映させようっていう声が高まっていきます。ということは、国民の意見を反映した政党内閣とか、国民の広い意見を政治に反映できる普通選挙なんかが求められていくんだよね。では民衆の政治参加の動き、順番に見ていきましょう。まず、第一次護憲運動です。大正時代になってすぐのことなんだけど、第二次、西園寺、金持ち内閣。は、財政再建のために軍事費の予算削減を行おうとしてて、軍部が怒っちゃって総辞職に追い込まれてしまいます。それで次に総理大臣に就任したのが桂太郎っていう人。この人は軍閥、陸軍とか長州藩みたいな藩閥と関係が深い人です。西園寺内閣は政党内閣だったのに対して、桂内閣は軍閥が基盤になっています。民衆の意見が反映されていた内閣から、民衆の意見が反映されない内閣に変わってしまいました。それも民衆の全く関係ないところで。このことに民衆が怒って、民衆の意見から離れている藩閥とか軍部の政治をしている桂内閣を倒せっていう運動が起こります。これが第一次護憲運動です。民衆の動きによって桂内閣は総辞職に追い込まれていきます。これを大正政変って言って、民衆の運動で初めて内閣が倒れた出来事なんだよね。大正デモクラシーの口火を切る出来事です。
時代は少し下って第一次世界大戦の頃、米騒動が起こります。米が高騰したことに対する庶民の暴動ですよね。これは産業革命後に工場がたくさんできて、都市で労働者が増えていたことがまずあります。労働者は米を食べる側、米の消費量が増えてしまいます。米の需要が高まっていくので米が値上がりをしていました。それに加えて、第一次世界大戦による物価の上昇とか、シベリア出兵でシベリアに向かう兵隊さんの食料としてお米屋さんが米を取っておくっていう動きがありました。シベリアには米がないですよね。ってことは絶対に日本から持っていくはずなので、庶民に売るよりも結構いい値段で政府が買ってくれるはずだっていうふうにお米屋さん考えたんだよね。で、庶民には売ってくれない。それに起こった富山県の漁村の主婦たちが放棄した動きが全国に広まったのが米騒動です。富山県には米の積み出しの港があったらしくて、米が目の前にたくさんあるのに売ってくれないってことでブチ切れたようなんですね。この全国的な暴動を政府は軍隊を出して鎮圧をしていきます。当時の寺内内閣はその責任を取って総辞職をします。これも大正政変と同じで民衆の運動をきっかけに内閣が倒れた事件です。寺内内閣の総辞職で民衆の意見を政治に反映させることが必要だっていうふうに考えた政府の偉い人たちは立憲政友会っていう政党の党首だった原敬を総理大臣にします。原敬は中学の歴史でも出てきたと思うんだけど、平民宰相っていう爵位を持たない平民出身の総理大臣っていう民衆としては自分たちに近い存在の総理大臣でした。そして初の本格的政党内閣です。陸軍大臣、海軍大臣以外はすべて与党の立憲政友会の党員が大臣になっています。初のって言ってるんだけど、西園寺金持ち内閣も政党内閣だったよね。初の本格的政党内閣っていうのは、簡単に言うと原敬が衆議院で議席が一番多い政党の代表で、かつこの時原敬が衆議院に議席を持っていたっていうことを指します。原は衆議院に議席を持っている初めての総理大臣でした。議席を持っているっていうことは原自身も選挙で選ばれているんだよね。ここがこれまでの政党内閣との違いです。西園寺金持ちは貴族院議員だったことはあるんだけど、貴族院は選挙がないよね。総理大臣自身も選挙で選ばれた存在で、一番多い政党の代表、民衆の意見を本当に反映している内閣がこの時できたんだよね。原敬は選挙法の改正を進めていきます。選挙権の納税額をこれまでの直接国税10円以上納めるっていうのから3円以上に引き下げていきます。それから小選挙区制も採用していきます。小選挙区制は組織力の強い大きな政党に有利なので、自分のいる立憲政友会に有利な選挙制度を採用しています。ただ原内閣の時には普通選挙は行わなかったっていうことは押さえておきましょう。原自身、普通選挙は今の民衆にはまだ早いっていうふうに考えてたみたいです。最後に第二次護憲運動から普通選挙法の成立までを見ていきましょう。1924年に清浦警護内閣ができました。この内閣は大臣のほとんどが貴族院議員の内閣です。貴族院は選挙がありません。ということはこの内閣は民衆の意見が反映されていない内閣なんだよね。こんな時代遅れの内閣はダメだっていう意見から起こった清浦内閣の打倒を目指す運動が第二次護憲運動です。この動きの中心になっていた政党がその後の総選挙に勝利をして内閣を組織しました。加藤高明内閣です。この加藤内閣の時、1925年に普通選挙法を定めて25歳以上の全ての男子に選挙権を与えました。これによって有権者の数はこれまでの4倍になって民衆の政治参加、民衆の政治への影響力が拡大していきます。一方で選挙権を拡大させると社会主義の考えを持っている人たちもたくさん選挙権を得ることになります。資本主義の日本にとって、そして天皇をトップとする政治体制をとっている日本にとって、社会主義を求める革命とか、天皇制を打倒して労働者の政権を作る革命なんかを主張する過激な社会主義が国民に広まっていくとまずいので、選挙権拡大と合わせて社会主義者を取り締まる治安維持法を制定していきます。この治安維持法はこの後だんだんと社会運動全般の取り締まりに利用されたりしていきます。こうした民主的な動きの中から、差別されていた人たちも自分たちの地位を向上させるために声を上げていきます。非差別部落の人たちが差別からの解放を訴えた全国水平社っていうのはその代表ですよね。女性も地位向上を訴えていきます。平塚らいてうが政党社を作って、文学の面から女性の解放を唱えたのをスタートに、女性の地位向上の動きが政治運動に発展していきます。1920年に結成された新婦人協会は治安警察法。これは治安維持法とは別の法律で、
治安維持法よりも前、明治時代に労働運動なんかを取り締まる法律なんだけど、その中に女性の政治集会への参加を禁止していた条文があって、それを改正させることに成功しています。ただ、新婦人協会が求めていた女性の参政権の獲得っていうのはこの時は実現しなくて、第二次世界大戦後になってからでした。ということで、日本の大衆の政治参加について見てきました。政治では政党政治がこの後8年間続いていって、民意が政治に反映されやすくなります。だけど、政党同士の争いが激しくなって、国民がドン引きしちゃったり、大衆が軍部の行動を支持したりして、軍部の力が強くなっていくと、政党政治が崩壊していきます。ということで、本日のダイジェスト、もう一度確認しておきましょう。民衆が政治を動かす動き、どんどん大きくなっていることを確認してください。では本日の動画は以上です。本日もご視聴ありがとうございました。